皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7リメイクのファミ通紹介をしていきたいと思います。様々な依頼をこなす何でも屋のクラウド。クラウドは何でも屋をなりわいとしていて、アバランチの一番マコロ破壊作戦には傭兵として参加していました。何でも屋らしくミッドガルの人々から様々な依頼を受けて、その依頼を達成することで報酬を得ることができます。7番がイスラムにいるチャドリーから受けるバトルレポートという特殊なミッションも、バトルレポートのミッションをこなすことでマテリアを開発販売してくれます。何でも屋の仕事はメニューから一覧で確認できます。モンスターの討伐依頼、迷子の猫を見つけてほしいといった依頼もあります。そうですね、バトルレポートで様々なマテリアを入手します。バトルレポートはマテリア見破るで敵を見破るものや、敵を複数回バーストさせるものなど、バトル中に特定の条件を満たすことで達成されます。ファイナルファンタジー7リメイクで描かれる魔鉱炉、地中から魔鉱を組み上げるための施設で、魔鉱は電気や液化ガスに変換されて町へと供給されるほか、マテリアの生成や様々な研究に使用されます。シンラカンパニーはエネルギー資源の独占を目論み、世界各地にある魔鉱の源泉ポイントに魔鉱炉を立てて運営してきました。しかし安全面においては悲願の声もあって、魔鉱炉が事故に起きたという事例もあります。ファイナルファンタジー7リメイクで描かれる螺旋トンネル、プレートの地下街と地上のスラム街をつなぐトンネルで、ミッドガルの中心にある巨大な支柱を螺旋状に走っています。ではキャラクターを紹介します。チャドリー、キャラクターボイスは梅田修一郎さんです。15歳、シンラカンパニーが科学部門所属の研修生で、新種のマテリア開発を研究していて、クラウドに協力を依頼します。というわけで今回はこの辺でファイナルファンタジー7リメイクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。